よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は、はい、春の修造を探しに来ました。すごい広くないですか。そうなんです。2017年に銀座シックスがオープンしたんですが、はい、2024年、うん、つい先日です。最近ですよね、はい、2月にリニューアルオープンいたしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ全部シューズですか。ほとんどがシューズで、はい、一部バッグがあるんですが、はい、260点ほどのシューズが今出ております。260点、はい、世界最大級です。え、すごくないですか。今日は思う存分履いていただいて全部見切れるかなぜひ、はい、よろしくお願いします。このゾーンは何ですか。こちらはアイモノブランドのアトリエを再現したい。アトリエを再現したい。そうなんです。すごい素敵。こちらのドローイングになります。はい。ドローイングって何ですか。スケッチのことを言うんですけども、必ずこのスケッチ、ドローイングを描いてから写真を撮るのが中心です。あ、そうなんだ。全部ドローイングされて、はい、シューズになっていくんですか。そうなんです。そうなんだ。日本の製品とか、こういったペンを使って、日本製のペンを使ってるんですか。そうなんです。そうなんだ。はい、普通のこのペンを使うんですが、全てがハンドメイドで作りました。あ、全部手作りなんですね。全部手作りです。美重なんですが、はい、クリスタルガラスが140個作られてます、はい。だからこんなキラキラしてるんだ。そうなんです。いろいろな美重ございますので、はい、見せてください。すごい綺麗。ぜひお手に取って。めちゃくちゃ綺麗ですね。すごい軽くないですか。軽いんです。実際履いていただくと、はい、より実感するかと。こちらに置いてあるのが、ビジューがクリアビジュー。クリアビジューが他にもお色があって。ビジューに種類があるんですか。そうなんです。今そうなんだ。夏に映えそうです。めちゃくちゃ可愛いんですけど、はいはい、もう持った姿が可愛いすっごいなんかマノロのピンクってすごい華やかだけど、はいはい、上品に履けそうですよね、うん、そうですね。うわー、可愛い。こちらは定番で人気があるストラスハンギというサンダルになります。ストラスハンギ、はい。悩んじゃう。ナディラというモデルでした。はい、綺麗。羽みたい。そうですね。ヒール側の先に向かって細く、トゥーもポインテッドトゥーでエレガントですね。美しい。履いてみたいです。どんな風に見えるんだろう。はい、これも丸なんですね。美しいですよね。そちらヒールの形状をご覧いただいて、はい、少しくびれて接地面が広いので、うん、本当だ、ヒールがくびれてる。かわいい。そこが、ね、女性らしいカーブを生み出してくれてますね。あとこの辺はメンズなんですか。はい、メンズコレクションです。私マノロってメンズあるの知らなくて。そうですよね、はい、存じない方多いですね。これとかすごいですか。リラックスムードを、はい、入っていただけますね。履いてほしい、夫に。あ、ぜひぜひ。カーキなんですが、ベージュからカーキのお色が割とグラデーションが豊富ですので、こちらもステッチの色とか可愛くなります。すごい素敵。軽い。これも全部軽いですね。メンズは特に軽量化というのに努めてまして。そうなんです、はい、しかもすごい柔らか。そうなんです。どちらかというとリラックスムードで履いていただける靴が多いですね。へえ。誕生日プレゼントとかにいいですね。いいですね。これはローファーですか。はい、ローファーです。こんな素材のローファーが。こちらは、ね、ラフィア素材なんですね。すごい、初めて見ました。あと、うん、こうして、あ、全然履けるんだ。はい、欲しいものがありすぎてでもここを見たいんだよな。はい、何ですかこのショーケース。どうぞお手に取ってご覧ください。綺麗。ちょっとすごいですね。本当になんか感動しちゃう、うん、こちらのビジューの色によってだいぶ印象が変わりますね。触っていいですか。はい、もちろんです。これイエロー、はい、とんでもない可愛いんですけどね。先ほど
後ろから見ていてイエローお好きそうだなと思ったんです。好きなんです、はい、なんか元気もらえるし、うん、本当に可愛い。どうしよう、何の素材。こちらはシルクとレイヨン、はい、シルクとレイヨンでシルクサテンと私たち呼んでます。本当に肌触りが気持ちよすぎちゃう、うん、こちらは、はい、マノロの定番の、はい、メーセールシリーズです。メーセールだスクエアバックルについたシリーズ、はい、メーセールのシリーズですね、はい、やっぱマノロといえばこのデザインですよね、はい、こちら1991年にアメリカのアニメ、はい、ザ・シンプソンズでマージュというお母さんを作った、はい、そこから生まれたんですか。そうなんです。そして、ニューヨークコレクションで、はい、アイザック・ミズラヒという、はい、アイザックさん、はい、アイザックさんのためにメイセールを実現してショーで披露されたですね、うん、ですから30年以上前です、ね、アザスのシンプソンズで描かれて、はい、アイザックさんをきっかけに靴になったってことですか、はい、そうなんです。あ、そうなんだ。いやでも本当にこのスクエアバックルがこうデニムのこの裾から見える感じが本当に大好きで、そしたら結構明るめのブルーのデニムを今季の春夏は履きたいなと思ってて、ネイビーかブルーつながりで水色もすごい素敵だし、パープルですか。そうですね、今シーズンの新色がこちらなんでしょうか。ドローイングと呼ばれる、はい、マノル・ブラニックのスケッチなんですが、うんうん、本にはなっていないんですが、はい、こちらのシーズンのコレクションなので、うん、必ず、ね、あのドローイングあるんですね。あるはずです、はい、アートを学ぶためにパリに行ったりとか、あ、そうなんですね、はい、その前はあのスイスの大学で建築や、うん、それから舞台美術などを学んだり、建築や舞台美術、はい、そうなんだ。ですよね。お好きな色じゃないですか。いや、すごい好きなカラーばっかりで、どうしましょう。ぜひこのスタンドもすごい素敵ですね。こちらはマノロ・ブラニックオリジナルのホフマンスタンド。ホフマンスタンド、ディスプレイ用のスタンド。名前がついてるんですか。ついてます。スタンドに名前がついてるんだ、かわいい。デニムとかと履いたらもうチリだ。最強ですね。最強ですね。履くものがいっぱい。じゃあちょっとフィッティングお願いします。はい、かしこまりました。すごい景色、圧巻ですね。圧巻ですね。綺麗。どちらから始まりたいですか。どれにしようかな。メーセールのネイビーから、はい、ネイビーから行ってもいいですか。はい、こちら7センチヒールです。似合う。へえ、素敵。足綺麗。綺麗ですね。ぴったりな気がします、はい。歩きやすい。でもなんか普段の自分の甲より華奢に見えます。ちょっと次ピンク履いてもいいですか。はい、パープル寄りのピンクみたいな、うん、ピンク寄りのパープルみたいな感じです。すっごい綺麗。デニムにも絶対可愛いですよね。やはりフラットヒール、うん、スリングバッグ、ニュール、はい、履き心地が変わってきますね。そうですよね、はい、その違いを確かめいただきたいですね。次はこちらのヒールはいかがでしょうか、はい、ありがとうございます。かわいい。最高だね、これ。すごいな。色によって変わりますでしょ。私、足の形にすごい合うかも。合いますね、はい。7センチの時は5センチぐらいに感じたし、はい、5センチはほぼヒールない感じに感じます、うん、はい、これのじゃあ次はネイビー、ネイビー履いてみてください。なんかやっぱこうちょっとラフさ、はい、すごい素敵ですね。あのちょっとワイドパンツとかも合わせていただくと、やっぱこの5センチの違いの印象って結構大きいですよね。そうですね、抜け感がより出るっていうか、はい。で次はあのメーセールのこの黒のミュール履きたいです、はい、これもヒールがくびれてるんですか。そうですね、こちらのヒールがくびれて、やっぱりこのヒールがくびれてるからこの横顔が可愛いですよね。そうですね、あのヒールがくびれてるのに、ボケがあって素敵。そうなんです、そうなんです。
なんかビュールって久しぶりに見た。いいな。なんかこうネイビーとブラックとベージュって定番なカラーじゃないですか、はいですね、だけどマノラらしさっていうか、はい、定番なんだけど絶妙なカラーですよね。そうですね。こちらヒール 10.5cm ですね。 10.5cm、 はい、ごめんなさい、なんか似合うって思っちゃってすごい似合ってると思って、ね、なんかそう安定感があるし、うん、足を包み込む感じ、うん、があるからあんまり高さは気にならないですね。なんか黄色い靴とか履いてると、うん、そんな人がいたら素敵すぎ素敵かわいいだってこんな靴履いてる人が街にいたら見ちゃう私ちょっと華やかすぎて、はい、デイリーに履くにはちょっとあれかなって思ったんですけど全然履けますね。ぜひ白いパンツとか、あー素敵、うん、ナディラですね。ナディラ、はい、ビジュアルは飛んできそうですねうわーすごーい、こんなに光り輝くんですか。なんでこんなに光ってるの。きれい靴こんな風に見たことない。こんなにキラキラするんだ。この隙間、はい、にこの肌がこうチラッと見える感じも、はい、すっごい可愛い。 T シャツデニムでもこれだけでも完璧。そうです、キラキラシリーズ。キラキラシリーズ。ポインテッドトゥーで尖っているんですが、その丸い美中で柔らかさ、本当に綺麗。なんかこのビジューとサテンでしたっけ、はい、お互い高め合ってますよね。そうですね。ヒールの楽しさ思い出しました、はい、私久しぶりな感じですなんか、はい、そうだねってミュールなんですが、うん、しっかりとここ甲を覆っている位置が足首に近い方なので、はい、ちゃんと歩きやすいでしょ。そうなんです、うん、あ、かわいい。なんか目が覚めるピンク。定番カラーもいいけど、こういうピンクとかさっきの黄色、はい、とかとか気分がすごい上がりますよね。そうですね。シルバーグレーと呼ばれる。シルバーグレー、はい、大変人気のお色です。半日でも人気のお色でして、はい、履くとまた全然違う。そうなんです。それはマノロブランニクのシューズは見ていると履くのでは全然違う。なんか違いますよね。これもいいな全然決められない、どうしよう。シーズンコレクションっていうことは、はい、今季だけ。そうなんです。こちらの横顔かわいい、はい、デザインがしっかりとここの甲を覆ってますので、うんうん、歩き心地もいいかと思います。そうですよね、はい、しっかり支えられてる感じはあります。スニーカーっぽくない履き心地ですね。なんかブーツやっぱりこう華奢に見えるんですね、はい、スニーカーだけど。すごい絵力がすごいですね本当はもっと履いていただきたいぐらいですよね。絵力がね。これとこれととこれ全然選べてない。でまずちょっと半分くらいまでには絞れました、はい、じゃあちょっと履いていきますか。かわいい。なんか半岸ってもう普通の半岸で特別だけど、はい、シーズンコレクション本当に素敵ですね。なんかすごい黄色が似合ってたのかもしれない。あ、そちらもいいですね。これもいいですね、うん、
これか、黄色だな。この色もすごい使いやすそう、うん、黄色かわいいんだよな。あ、かわいい、やっぱり。やっぱ黄色なのかも。黄色じゃないですか、ね、喜び方がマックスです、黄色。なんかすごい似合う、似合いますよね。似合います。もすごい使いやすそうだしな。本当にどうしよう。かわいいな。でもでもいいですけどね。いやでもやっぱり黄色かな、うん、幸せホルモンが。そうです、はい、背筋がすごく伸びます。お願いします。かわいい、ありがとうございます。ゆこさん、今日ありがとうございます。とてもお似合いでした。本当に運命の一足に出会えて幸せです。ぜひご愛用ください。ありがとうございます。